何気に好きなシーンに対するみんなの反応を見ていくぜ。最後ら辺はあのルフィが泣きながら食ってたのいいよね。過去最悪の無茶振り。弱気ルフィ好き。え、結構珍しいんだよねルフィとナミのタッグマッチ。バギー戦以来じゃないか。多分ナミは本気で言ってる。何がつまりなのか。WCI はルフィの珍しい表情と反応が多くて楽しい。ルフィは海賊王になる男よ。うん。つまり、食欲にも限界はない。なんでだよ。海賊王、すごい、ルフィ。ナミさんはルフィのこと大好きだよね。ここナミさんとルフィのノリが逆転してるのすごい好き。というかルフィナミは IQ を強要してると思う。敵も味方も一晩中戦ってるせいでテンションと思考がおかしくなってるバトル。海賊王は世界一自由なんだから満腹感なんかに縛られないんだ。戦いに関してはルフィは絶対負けないと思ってそう。カイドウ戦も信じない、って通したからな。実際飯に関しては相当強いから食欲で負けかけるのは珍しい。そもそもビッグマムに目をつけられた理由がお菓子10トン食ったからだからね。ルフィがそう言ってたし。ルフィは海賊王になる男発言をここで切るセンスは大好き。かっこいいロゴを使って初めて四皇麦わらのルフィを飾ったシーンが、波にボコボコにされてるシーンだったりしたのも好き。でも俺よ同士食ってて。ってなるルフィ好き。ビスケットオンリーだったからしんどかっただけで味や食感にバリエーションあったらもっといけたのでは？だって自分を救ってくれたヒーローだもん。そりゃ信じるよ。普段はサバサバとツッコミ役やってるけど根底が激面白いん。アーロンの一件からものすごく入れ込んでるよねナミ。ルフィの食費に人一倍悩まされてたであろう立場から出た発言だと思うと深い気もする。ここのくだりはルフィの反論がしごくまともなのに押し切られてるの笑う。海賊王ロジャーが無限の食欲を持ってたことバレバレ。ルフィは海賊王になるもんとか追い詰められても言うし案外信頼の重い女。だってなるもん。はめちゃくちゃ可愛いセリフだと思う。こういうさらっとしたギャグいいよね。あのルフィが食事で弱音を吐く貴重なシーン。つまり。なんなんだここの敵は、飯食わなきゃ勝てねえのか。3時の弁当以外で食えたのがビスケットと餅だもんな。海賊王になるのを信じてるのは理解できるよん。つまり、いかがなぜ？って。私が信じたルフィならやれる。この後で俺はあいつの作ったもんじゃなければ水飴のひとしずくも食わないってなるの。ギャグとシリアスの落差おかしくない？ここクラッカーさんもナミさんの発言でビビるの好き。あのルフィが食うことに関して泣き言を言ってるって時点で、この戦いが今までの中でも最上級のピンチってことがよくわかる。最新話の怒られシーンみたいなのがいつもの関係だからこういうシーンが光る。関係ないけどこのショーのナミさんの衣装可愛いよね。もうどうしようもなくなって助けてってすがったら助けてくれました。はい信頼度カンスト。アーロンパークの敬意があれば重くなるのも必然。麦わら帽子をかぶせてもらった女だ。アーロンパークで助けてくれた人たちであるルフィ・ウソップとの決闘や、サンジがルフィボコボコにするときに泣くしかできなくなるのいいよね。ナミ、ルフィは恋愛より上の感情すぎる。ルフィと人生の最後まで一緒にいるのは多分ゾロかナミ。確かにこの二人冒険が終わっても帰りそうにないな。敵側も理屈はわからんが底なしだと。って驚いて、ルフィがいや、って反応してるのまでひどい。ナミさんはなんていうかヒロインじゃなくて女房だよね。本当に無限にビスケット出せてるしとんでもないよなクラッカー。もともとはビスケットを生み出すだけの能力だからそりゃ無限に出せる。おかしいのはそいつらをギアフォースじゃないと倒せないレベルの兵にしたことだ。狂信者の目をしてる。ヒロインレースで名前出すのがはばかられる女。三時のご飯じゃなきゃ食わねえ、の後のシワシワルフィーよね。こんなナミさんだけど三時と向き合う時には一括されて黙っちゃうのがまたいいんだ。ルフィがアーロン倒して助けてくれたけどゾロ三時ウソップも間違いなくナミさんを助けた救世主だからな。三時の姉ちゃんがルフィにキスした時のリアクションいいよね。うぶかよってなるやつ。ぶっちゃけ三時とくっついてもいい。それでも生涯仲良くやってるのが余裕で想像できるから。いや三時は責任持ってプリンちゃんを幸せにしろ。でも責任忘れてるし。兵士として使うんだからわざわざビスケットうまく作らんでもと思うけどクラッカー兄さんのそういうとこ好き。ママの食いは辛い対策でもあるのかな。改めて読み返すとナミさんのヒロイン指数が高すぎてびっくりする。高頻度でアーロンパーク編が無料になるからその度あまりの完成度にビビる。ナミさんは姉っぽく振る舞ってるけど妹だしな。それでいて時折女の顔向けてるのが怪しい。クラッカーさんがビスケットまずくできたら負けてた。
珍しくルフィがツッコミになるところ。竜王を覚えたから今だとルフィ一人でも勝てるかな。もしかしてナミさんの前でルフィと東の海からの初期メンバーが戦うのってとてもひどいことなんじゃないか。ウイスキーピークの時もナミが止めてたしな。ルフィ VS ゾロという伝説のカードいいよね。たとえ元がうまくったって野外の誇りをたっぷり取り込んだ雨水でびしゃびしゃのビスケットは味うんぬん以前に食い物じゃないと思ってんすがね。直前まで限界だから食わずにぶっ壊す方向でいくかってなってたのに、ナミのリクエストに応えて泣きながらかぶりついてるのいいよね。ナミさんは母であり姉であり嫁であるって感じだから、おいそれとヒロインレースに名前なんか出せねえんだ。ナミさん関係なくサンジはプリンちゃん意外とくっついたらショックかもしれない。ルフとナミは低迷だから根っこは甘えたがりの寂しがりやよね。ルフィが食に対してネガティブなこと言った非常に珍しいシーン。コマの隅っこでいや。とか言ってるのが面白すぎる。まずいパイぐらいか。ルフィがツッコミに回るとき大体面白いからずるい。人魚に囲まれたサンジにバラ系出たときより泣いてんなっていうとこでダメだった。サンジとプリンちゃんに関してはむしろプリンちゃんが積極的に行動を起こさないとどうにもならないので、とりあえずもう一回でないことには。こんな部屋があるからいけねえんだわ、さすがに惚れるよね。あれ知ってるのナミさん当人だけだからやべえ。相手を振り回すのが基本のルフィが後手に回ってる時点で面白いからな。ナミにとってのルフィは本当にヒーローだから多少目が曇るのもまあ仕方ない。蜂許すのは聖女だと思う。あいつは無害な奴だから。ビスケット兵はソルソルとのコンボ技とかですらないのなんなんだよ。プリンちゃんとサンジは再会したらまた絶対恋に落ちると思うけど、プリンちゃんがそれをするかどうか。美味しかったのかな。プリンちゃんは美しい別れすぎて逆にあれで終わりと思わされる。物生成できる系の能力は基本無法だしほぼロギアだし、ルフィがナミさんに帽子預けるの好きなのにここ数年全然見れなくて悲しい。最初は利用できるやつは利用するみたいなスタイルっぽかったのにね。いや、ウソップ編あたりでもうお人よしだったわ。アーロンパークでゾロ刺し殺さなかった時点ではまあまだもんな。すぎまへん。ここも好きだった。ルフィとナミの関係性って少年漫画の主人公とヒロインとしてはかなり異質よね。ナミは普段の態度こそあだけど心の底ではルフィに心酔してると言ってもいいぐらい激重な感情持ってると思う。だからこそ恋愛感情とかそういうの起こらなさそう。七部会に思い切りビビってたのに一度腹決めたら、あいつら4人なら七部会なんて目じゃないわってなるぐらいには重い。ナミさんはお金のために護衛引き受けたのにビビが唇噛みしめたの見て一瞬でもうビビ好きになってる。峰藤子をやりたがるけど適職が保育士の女。この女の子絶対守らねえと。ビビにはお姉ちゃん仕草多かったの可愛かったな。ナミさん、重い女と思われたくないから軽く振る舞うすごい重い女だよ。ここと川の国編のナミさんはルフィに対しての感情がグラビてすぎて怖ってなった。 HCI 編で言うなら最初にゾウでメンバー決めするときにルフィを抱っこしてるシーンいいよね。絶妙な照れ顔。11時間ぶっ通しで湿らせたビスケット食わされてるからな画像のルフィ。でもナミってネーミングセンスゲロマズだもんな。わた。アラバスタ読み返したらまつげからのハサミでダメだった。夜通し食ってる時点でヤバいだろ。ルフィは海賊王になる男よ。つまり食欲にも限界なんてない。泣き言言ってる割にはクッキーすぐ消化するやつ。ベルメールと似てきてるよなナミさん。海賊王になります。はベルメールさんオマージュと聞いてなるほどとなった。なんだよこの島は。物食わなきゃ勝てねえのか。四皇ボコボコにできる女。ルフィでももう食えねえとかそういう感情持つんだとは思った。